ロシア人歌手オリガさんが逝去。享年44歳。攻殻機動隊の主題歌やファイナルファンタジー13-2の挿入歌などで有名だったオリガさん。死因は肺がんとされる。おととい。昨日と地域的にはすごい荒れようだったようですが、珍しく、この辺だけはちょっとだけ吹雪いたくらいで雪の量もそれほどではありませんでした。今月初めに気象庁の HP で見た累計積雪量は、私の住む岩見沢より札幌北区内の外方面の方が多かったようですが、でも、きっと今月末には大幅に逆転勝利になりますので大丈夫です。全然大丈夫でないですが、さて、ここ最近は音楽オタクネタばっかりですが、今日も再び同系統のネタです。すみません。というのも、先日のニュースで、私が昔から好きなアニメで、攻殻機動隊シリーズというのがあるのですが、そのアニメの主題歌を歌っているロシア人女性が、まだ44歳という若さで肺がんで亡くなったんです。その方は、オリガさんという方なんですが、歌の雰囲気的には、エンヤさんのような感じかな。作曲とプロデュースは、これまたかなり前にも紹介した菅野陽子さんで、すごくエキゾチックでエキセントリックな雰囲気がオリガさんの声に合ってました。もっと早く発見して治療していたら死に至ることまではなかったと思われますが、どうなんでしょうね。しかし、本当にもったいない方を失ってしまいました。ということで、攻殻機動隊に NDGIG の主題歌を、